客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。戦う構えに入って、さあまずはおっと、あまり効いていない。ここで自陣攻撃、おっと一発目から猛烈な当たり、パーッと速い、いきなりダウン。はじめから大変なバトルになっております。ここでゴルバットも登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。バトルの姿勢に移って、おっと毒々攻撃、相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。ここでサイコキです。おっと特殊能力がダウン。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。おっと怪しい光だ、あーっと混乱した、激しい攻撃、狙い的中、あーっと光ったか。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでゴーストの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこれは逆転をついた。ここで混乱が解けたようです。これはどうだ、来た、あっと発見が倒れてしまった。ここで試合終了。も後半に入り、バトルはますますスピードアップしています。第5回戦です。激しい攻撃、激しく当たった、さあこちらはポケモンの選択を誤ったか。さあ激しいバトルです。ここで自陣攻撃、おっとキュート攻め、あーっとガッツたか。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでラフレシアの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。おーおーっとこのポケモンではまずかったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでポリゴンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃、大きなダメージ、さあこれはよし、
両者とも大健闘です。これはどうだ、いい当たり、アッとダウン。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここで特殊能力をアップです。さあ対するは急所にヒット。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。いったー、逆転をついた。あっと一発の攻撃でダウンだ。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでカブトプスの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃。おーっとポケモンの選択を誤ったか。あーっと刺激で倒れてしまった。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでリザードンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃決まった、効果的な当たり。あーっと熱くなって倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち残ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。さあ手始め。おーっとポケモンの選択を誤ったか。ここで回避率をアップです。白熱したバトルが続いております。さあここで、おっとこれは外れ。あー大きなダメージ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。戦う構えに入って、さあこれは狙い的中。さあ今度は鋭い当たり。
両者とも体力が尽きてきたか。ここで体力回復だ。激しい攻撃、きつい一撃。両者とも大健闘です。ここでサイコキです。よし、おっと、ダイだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでカメツクスの登場だ。さあここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで体力回復だ。ここで回避率をアップです。さあ激しいバトルです。この攻撃決まった、効果的な当たり。さあこの場面で、よし当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで雷パンチ、効果は抜群だ。アッとダウン。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでドードリオの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで体力回復だ。ここで回避率をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこれは狙い的中。勢いのある攻撃、鋭い当たり。さあ両者ともかなりダメージを受けました。ここで冷凍パンチ、弱点をついた。ここでダウンです。ここで試合終了。